今回は以前からリクエストをいただいていた遠征の行き方注意点について解説していきます。初めて遠征に行く場合必要なものは何なのか、ロッドはどうやって運べばいいなど不安がいっぱいですよね。そんなあなたに、年間10回くらい遠征聴講を行っている私たちが遠征の動画、画像などを交えながら解説していきます。皆さんの聴講が楽しいものになることを祈っております。今回は神戸から長崎ごと3泊4日の遠征を例に解説を行っていきます。神戸空港から長崎空港まで飛行機で移動。長崎空港からステータス船着場までレンタカーで移動。さまざまなポイントを回りながら聴講を行います。3泊4日の遠征用品はこちら。ロッド、キャリーケース、撮影機材などを入れるバッグ、あとは貴重品を入れるバッグ。遠征の準備のポイントは、荷物はコンパクトにです。私たちのチームではドカッとの持ち込みは禁止しています。ただし飛行機遠征の場合のみです。戦場やレンタカー移動で邪魔になりますし、実際使わないことが多いです。持っていく釣り道具ですが、ロッド2本、8号用タックル。春は小さいルアーも使うので、6号タックルも持っていく場合があります。リールは2個、エアキャップに包んでキャリーバッグに入れます。ルアー、フック、予備の PE、ペンチ等これらをキャリーケースに入れて持ち運びます。持っていくルアーはこんな感じです。これは聴講後の画像になります。湿気取りを入れておくと湿気がたまらずおすすめです。銀丸、ライフジャケット、グローブ、3泊4日分の着替え、衣類は別バッグに入れてキャリーケースに詰め込んでおくと、聴講では衣類用のバッグだけを持ち運べばいいので手間が省けます。飛行機移動の際の注意点。ロッドは空港まで何もしない状態で持っていくことをお勧めします。利用する航空会社によって異なりますが、スカイマークの場合、機体内サイズであればエアーキャップで梱包してもらえたり、このようなケースに入れてもらえます。以前はプラスチックケースに入れて持ち運びをしていましたが、レンタカー自体に荷物が乗り切れない時があるので、そのまま空港まで持っていくことをお勧めします。ただし、海外遠征の場合は必須です。年間10回程度飛行機で遠征をしていますが、国内遠征の場合だとこの方法で、ロッドの破損などは一度もありませんでした。ただし、自己責任でお願いします。うっかり入れてしまいがちですが、ペンチは機内持ち込み不可、預け入れて荷物の方に入れましょう。ラインカッターが付いているライター、オイル式ライターなどは手荷物、預かりも不可です。他にも持ち込み、預かり不可なものがありますので、お手持ちのライターの種類の確認をお勧めします。カメラなどの撮影機材は機内持ち込みは可能、預かりは不可です。以上、飛行機移動の際の注意点でした。最後に遠征の準備のポイントは、荷物はコンパクトにです。神戸空港を午後に出発。約1時間ほどで長崎空港に到着です。預けておいた荷物、ロッドを受け取り、空港近くのレンタカー乗り場に向かいます。今回の遠征参加者は5人です。ハイエースなら1台で済む人数ですが、コンパクトカー2台の方が安いのでこちらを借ります。1台は2人プラス荷物、もう1台は3人という振り分けで移動します。簡単に車の説明をしてもらっていると、忘れ物には注意しましょう。ホテルへ向かう途中、ディスカウントショップで買い出しをします。いつもお世話になっているディスカウントショップダイレックスさんです。ここでは酔い止めや目薬、飲み物類やカップラーメン、パン、購入したものはエコバッグで保管、自分のものがすぐに分かるので便利です。あと、魚を持ち帰るときや、ゴミを入れるためのポリ袋も購入しておくと便利です。買い出しが終わったら、一泊目宿泊予定のリッチモンドホテルへ向かいます。立体駐車場完備のホテルでよく利用しています。車両制限があり、ハイエースなどは駐車できませんが、コンパクトカーは駐車可能です。
これ入って左荷物満載の車をホテルの駐車場に預けて夕食に向かいます。1日目の夕食は船長も合流し明日の打ち合わせを行います。お酒の入り具合を見て出航時間が遅くなることも。翌朝、出航時間に合わせてステータス船着き場へ向かいます。出航前に何か忘れ物があれば坂下釣具さんで購入します。魚を持って帰るための発泡スチロールもこちらで購入します。船着き場付近で仕掛けを準備して船に積み込みます。いよいよ出航です。五島列島のさまざまなポイントを巡りながら聴講を行います。はい、そしてその日の最寄りの宿泊施設に宿泊します。ポイントが近くなるので聴講に出れる時間が長くなります。2日目、3日目は同じような流れになります。4日目は飛行機の時間があるため13時頃に聴講を終了します。余裕を持って港に戻り帰る準備をします。長崎空港に戻りレンタカーを返却したら夕方頃の便で神戸に戻り、聴講での反省や振り返りを行い解散です。あのミックスサンド のサラダがだってグッズあり、遠征の費用ですがだいたいこれぐらいの費用がかかります。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画はタチオキングバトルファイナリストあかねちゃんに天やタチオ釣りを教えてもらいます。次回の動画も見てね。よいしょ、やったー。